こんにちは、グランピーです。こんにちは。はい、ついに完成しましたね。はい、完成しました。はい、今回 YouTube でご紹介するのは2代目になります。あ、まあ、YouTube で紹介するのは2代目ですね。はい、本当はまだ作ってるんですけど、こう完成した状態っていうのは、まあ、今回は2回目というところですね。素敵な赤、素敵な赤ができました。グランピーのオリジナルバイク交互ですね。ハンドメイドバイクはついにようやくこうお見せできるような、状態になってきているというところですね。で、今回オーダーいただいたお客様は、まあ、見ての通りなんですけど、赤色にペイントいたしました。あれですね、はい、まさにあれ、広島らしい赤。広島らしい赤ですね、はい、これがめちゃかっこいいんですよね。めちゃかっこいいです。非常にかっこいいです、はい、昔よう塗ってたんですけどね、車の色で、車の色、マツダの赤いやつ、はは、有名なやつね。ソウルレッド、ソウルレッド、プレミアムメタリックソウルレッドとかいう名前です。はい、なかなか塗るのもちょっと面倒くさい色なんですけど、ね、あ、そうですか。あの、非常にかっこいい、いわゆるキャンディーっていうタイプで、カラー一つだけじゃこの発色は出ない。うん、こう色をつけたメタリックの上にクリア、あの、はい、透ける、はい、あの赤色を上に乗せる、うん、でできるのがこの色。なるほどね。非常にあのちょっと手間がかかる、いい、ね、ただ素敵な、だからちょっと奥行き感ありますよね。はははちょっとこう正面はちょっと暗めの赤で、はい、ただ反射するときちょっと明るくなる、うんうんうん、ちょっとあの情報量が増える、情報量が非常にあのフォークのあたりなんか非常に曲線が速いですよね。ですね。いやー、僕は作った色じゃないですけど、めっちゃいい色です。なるほど。赤ヘルじゃんって言いたくなるですね。ああ、いや、そういう色です。はい、っていうところですね。はい、はい、で、今回オーダーいただいたお客様は、もともとですね、あのアンカーの自転車に乗っておられまして、で今回はそのアンカーの、ロードバイクの、まあ、ジオメトリーを参考にして、まあ、作ったという感じです。でアンカーからなんですね。あ、そうです、そうです。で、はい、まあ、ロングライドを普段から、されてて、あのスタンプラリーも結構もう全部行ったんですかね。やり手ですね。もう広島のあちこちを走られてて、で、この前あのラーメン屋さん、サンマラーメン、はいはい、行ったじゃないですか。行きました。ご紹介いただいたのもこの方。ありがとうございます。美味しかったです。いやもう、そうなんです、すごい、ここ最近で一番美味しかったです。いや、そうなんですよ。だからもう本当にいろんなところをこう走ってる方で、今回は黒森のスチールセットということでお題いただいたと。非常に嬉しいですね。いや、もう本当ありがとうございます。そういう人に乗ってもらって、また感想を、はい、そうですね、聞かせてほしいですね。そうですね、もういろんな広島のあちこちをまた走っていただいて、楽しんでいただければと思います。はい、で、今回まとめたのはですね、あの、まあ、ざっくりご紹介しましょうか。シマノの、アルテグラのコンポーネントを、それぞれセッティングしております。まあ、ブレーキレバー、シフトレバーで、ブレーキキャリパーでクランク変速機ですね。で、結構このアルテグラって相性いいんですよ。どういうことですか。なんていうんですかね、この交互ってレースバイクじゃないじゃないですか、はい、なんでレースバイクのデュラエースをもちろんつけるもいいんだけども、デュラエースぐらいの性能を維持しつつ、ちょっとこうお得になったアルテグラっていうことで、あの選ばれる方がまあまあ多いという、うん、コンポーネントですね。じゃああんまり、まあ安くはないですけど、はい、あんまりこのタイプ高くないですよね、はい、そうですね、あの意識でですね、あのアルテグラの一番新しいタイプは、はい、もう油圧の、ディスクになっちゃってるんで、これ1個前のアルテグラになります。でこれもあの現行で今出てるんで、はい、8000番ですね、8000番のアルテグラで、今こう電動タイプの最新型と8000番のコフト、8100か、これ両立して今展開されているという感じでございます。でこれがですね、もうこのリムブレーキのもうかなりもう究極のところまで来てるんじゃないかなと思います ね、 そうですね。
このブラケットの小ささ、握りやすさで、ブレーキの効きといい、もうかなりいいところまで達成してる。いやもう非常にスマートですよこのブラケットが。非常にスマートです。あのワイヤー引きで、シフトもワイヤー引きなんですけども、非常にスマートにまとまった、良いコンポーネントだと思います。ブレーキももうがっつり効きますし、もう言うことないというぐらいですね。いや本当に言うことない、いいと優秀なコンポーネント、優秀だと思います。はい、でそれにトムソンですね、はいはい、トムソンの X4 ステム、これあの角度がちょっとついたやつですね。10度の角度が下についたやつで、はい、このホリゾンタルの形状に合わせてこう角度下向きにつけているというところですね。はい、なんかいいですね。ちょっと新しいのとちょっと古い感じの、そうですね、見た目が合わさり方、はいはいはい、バランスが非常にいいと思います、うんうん、このホリゾンタルっていう伝統的なものと、はい、今のアルミの削り出しっていう、はい、いいですね。シートポストもトムソンで、ストレートタイプで今回はですね、はいはい、まとめております。サドルはあの WTV のシルベラードですね、これも間違いないですね、はい、これはあのロードバイクもそうなんですけど、はい、マウンテンバイクもあの結構採用しているところ多くて、サンタクルーズの多分完成車の標準には結構ついてると。いやもうめっちゃいいですよこれ。めっちゃいいです、めっちゃいいです。あのシルベラードはここが丸くなってるんで、ここ後ろの部分ですね。ははは、まあ、ボルトとかも使ってるんですけど、はい、シルベラードはよりここが丸くなってるんで、飛び乗りとかしても。あ、飛び乗りシクロなんかすごいおすすめですね。あ、なるほどな、うん、このマウンテンバイクをあの結構意識してるメーカーでもあるんで、サイドがですね結構頑丈なんですよ、はいはい、なんでこう壁に立てかけたりするときにそこがこう傷つきにくく、なってるという感じですね、はい、でホイールです。ホイールですか、まあ、いつものホイールじゃないですか、はい、いつものホイールじゃないですいつものホイールじゃないですよこれ実は中にタイヤインサートを入れてます。あ、間違いない、はい、あのビットリアのタイヤはですね、コルサーネクストがついてるんですけど、幅は700-28になります。で、ホイールはマビックのキシリウム SL ですね。あのやっぱりチューブレスで運用するとなると、このキシリウム SL は非常に良いですよ。いやもう思います、はい、あのやっぱりリムテープがないので、あのセッティングがめちゃめちゃやりやすいです。リムテープこう張り替えなくてもいいんでね、もうすぐにバチンと決まると。で、今回はそのタイヤインサートっていう中にこうクッション台を入れてるんですけども、もし出先で、パンクしたり、あの空気を入れることができないような状態になったとしても、まあ、そのまま走って帰ってこれると、時速20キロ以内で、はいはい、距離50キロだったかな、やったらなんとかそんな感じだと思います。走行できると。僕も入ってますから。あ、そうですか。これがなかなか、はい、いいんじゃないかなというところですね。なんで、基本的には、まあ、あのチューブレス用の修理キットで直せるんですけども、もしもの時もなんとか帰ってくれる仕様。最悪それで帰ってくると、はい、大丈夫と、はい、いう形ですね。まあ、チューブレスの、まあ、ちょっと太めのタイヤで、まあ、今のモダンな組み合わせとスチールのフレームのホリゾンタルでっていう組み合わせで今回は、仕上がった感じですね。もうちょっとあれが聞きたいですね。どうですか、サイズとかどうやって聞いたのか。サイズはですね、元々自転車です。その元々のアンカーのサイズを参考に、測って、決めたんですけれども、ここがですね今回は520ですね。トップチューブのホリゾンタル換算で520で、シートチューブこちらが500という数値になっております。なので、まあ、160センチ前半から、まあ、中盤ぐらいの人が、まあ、乗れるぐらいのサイズですね。まあ、人によってですねここは自由に調整ができますので、もうちょっとこう上げたい、もうちょっと下げたいというのも大丈夫と、はい。まあ、でもホリゾンタルで行こうと思ったらこれぐらいのサイズがありますね。そうですね、もうこれ以上下げるとどうしてもここがあのトップチューブとダウンチューブがバッティングしてくるんで、うん、それより小さいサイズになるとちょっとこうやっぱりスローピング気味になっていくかなというところですね。すごいと思います、はい、
というところでございます。はい、まあ、アンカーのアルミを乗ってるっていうことだったんで、はいはいはい、ぜひちょっと本当に違いとかそういうの、そうですね、あの素材の違いでどう違うのかというのも体験していただきながら、はいはい、楽しんでいただければと思います。僕の経験上非常に乗りやすくなるんじゃないかなと。ああ、なるほど。心地よく。アルミの方がやっぱりこうカッチリしてる。カッチリしちゃいますよね。ね、それがいいところでもあるんですけど、はい、でもロングライドって考えたら僕黒森推しなんで。ああ、なるほど。黒森カーボン推しなんで。ああ、まあタイヤの影響もでかいと思います、ね。ああ、これもいいタイヤですからね。あ、で、あと輪行とか、車載ですね、しやすいようにあのチェーンフックも後ろの、シートステイのところに今回は装着しております。これもオプションで、オプションで、はい、ただもうほとんど 100% つけてるわけですそうですね、今のところほぼほぼつけられてる方を選ばれてる方多いですね。いや、もうちょっと料金高くしてきなかったですね。はい、ということで今回はですね、まあ、この交互、ついに完成したとして、はい、2回目ですね、ご紹介させていただきました。で、今の納期どれぐらいですか？2、3ヶ月ぐらいで、ご注文いただいてからも完成するというところです。で、今あのご注文いただいているお客様はあの順々に今作っておりますので、もう少々お待ちください。はい、結構かっこいいのがまたまたそうですね、出てきそうなので色もまた、はい、皆さんこだわりますからね全然あの定番を選んでくれないっていやいいんですよもう皆さんこだわりの色に塗りたくなるっていう、あのこの光合ってすごいシンプルなんですよ、はい、あのまあ、リムブレーキですし、あのスチールのロードバイクっていうことで選べるパーツはすごいシンプルなパーツばっかりなんですけど、その中でもこう個性がすごい出るっていうのがですね、非常に面白いところじゃないかなと思います。はい、では皆さん、はい、こんなところそんなところですかね。はい、では、今回はですね、オリジナルのハンドメイドロードバイク交互のご紹介でした。交互の基本価格は、税込みで19万8千円でございまして、でオプションによって、カラーによってちょっと料金が、変わるよというところですので、ぜひですね、スチールのホリゾンタルフレームちょっと乗ってみたいという方はぜひよろしくお願いします。あの店頭には試乗車ご用意してますので、ぜひ一度見てみてください。はい、ということで交互のご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。